なんだか思ってたのと違うな。体育祭ってもうちょっとみんなで楽しんで作っていくものだと思ってたんだけど、みんな特に意見も言わないし淡々と進んでいってる。でも学校行事に消極的な子が多いって星野さんも言ってたし、こんなものなのかな。はるかちゃんごめんね。せっかく一緒に実行委員やるって言ってくれたのに。きっと思ってたのと違ったよね。気にしないで天馬さん、うちは進学校だし、みんな行事はほどほどにやりたいのかもね。ちょっと待ったー。あ、なになに、あの子確か B 組の大鳥さんだっけ。あたし、もっと楽しい体育祭にしたいです。さっきからずっとずっとずーっと例年通りばっかりで、それじゃあ楽しい体育祭にはならないと思います。もちろん運動が苦手で体育祭なんか好きじゃないって子もきっといると思うけど、でもそんな子たちにも楽しかったって言ってもらえるような、そんな体育祭にしたいです。みんな笑顔になれる体育祭、つまり私はこの体育祭を最高のショーにしたいんです。なんかあの子ちょっとお兄ちゃんっぽいな。それに体育祭がすっごく楽しくなったら、次の日からの学校ももっと頑張ろうって思えるはず。お、明日を頑張る希望を届けたいんです。だからみんなで新しい競技とか考えたり飾り付けしたり、実行委員のみんなでどうやったら楽しい体育祭にできるかを考えましょう。そこはみんなで工夫して。でも私、大鳥さんを手伝いたいと思います。え、はるかちゃん。桐谷です。先輩たちの言うことももっともだと思うのですが、せっかく学校のみんなが参加する体育祭ですし、私もみんなに楽しいって思ってほしいです。それなら前までやっていた競技を復活させるのはどうでしょう。これまでの体育祭のしおりが図書館にあったので話し合いの前に見ていたんですけど、何年か前は面白そうな競技がいくつかありました。昔行っていた競技なら道具も揃っていると思いますし、準備に時間もかからないはずです。あとは今の競技は学年別になっていますが、学年を超えて交流できるようにしたらどうでしょうか。いえ、先に好きな練習日を選んでもらって、そこに集まった人同士で練習できるようにすれば練習時間も大幅に取られないはずです。これくらいの変更なら実行委員の人数やみんなの練習時間があまり取れなくてもいけるんじゃないでしょうか。それすっごくいいアイディアだね。うん、それに楽しそう。ありがとうございます。大丈夫です。これは私と大鳥さんが言い出したことですし、次の話し合いまでにいくつか提案はできるようにしておきます。大鳥さんもそれで大丈夫？うん、私が言い出したんだから最後までちゃんと頑張るよ。じゃあ私も協力するよ。みんなで楽しい体育祭にしたいもんね。ありがとう。
みんなで頑張って楽しい体育祭にしようね。頑張るぞ、ワンダホーイ。ワンダホーイ。かわいい掛け声。エムちゃんって面白い子だね。そうだね、ちょっと変わってるけど。ねえねえ、せっかくの体育祭だし開会式も豪華にするのはどうかな。煙がモクモクって出てきたり、大きなロボットがバーンって出てきて校庭を走ったりするの。やっぱり結構変わってるかも。